はい、こんにちは、サルウィンです。シャドーバースの実況をしていきたいと思います。はい、こちら、ババーン。あ、なんかデカなってる。女の子のトゥーデデシバーデアタタシブアシュー。そういうことっていつものやつですが、ヴァンピール、なんかやっぱりダメだね。尖らせきれないんだったら、普通に。ある程度長期戦が戦える構築にしますか。結局かーいみたいなね。でもしょうがないよね。現状のカードプールだと言ってそこまで尖らせらんないんだよね。女の子探偵しちゃうとさ、しゃあないな。悔しいけど、悔しいけれどですよ。今日なんていうかな、そういう子ってね、どうしていくかな。やっぱバンピーちゃん主軸的なの雰囲気も出してて、やっぱソルメニリペちゃん大好きってして、サチバスちゃんやっぱごめんで、インプランサーはありにして、契約戻しのワードローブレーダー、やっぱ状況は優秀なで、フェニッシャーそんなに複数いらんからインプランサー1枚減らす。ワードローブレザーもぶっちゃけ2点で焼けないシーンがあるから1枚減らす。はい、次。レモンスナイパーはやっぱ不安感があるから1枚減らす。さて、こんなもん？まあ、ぶっちゃけ言うとリビングの焼きとかゲフンゲフンだったりする。調整になればなるかもしれないんだけどね。まあ場持ちとかの安定感取るならやっぱナイトメアなんだね。はい、にしていく。まあしゃあないよね。でもさ、なんか1枚かな、させたらいいな。こんなもんか。まあ多分こんな構築が無難か。ああ、まあ正直言うと面白みが全くないんだが、しょうがないな。負ける気を回しようかなって感じ。とりあえずこれで1回ラストにすっか。乗らない時は乗らないからな。マッチングもそうやけど、引きもね、ちょっとね。漆黒の方程大嫌いです。以上です。はい。このカードが女の子のカードやったら大好きだったね。しょうがないね、おっさんが憎悪している。退屈させてくれるなよ。退屈しねえよ。光があなたを導くでしょう。全く退屈しないな、俺。ジェネラル多分生かしきれない。まあいいんじゃない、二色パイプ。まあ疾走とかで速いタイプの可能性もあるが、しかしあるが、しかしだね。よろしく頼む。いやー、辛い戦いだ。もうやめたい。もうやめたいみたいな。どうした？あ、ないんだ。おお。血と痛みで私は目覚める。もうこれ強気でいくか。むしろどっちかっていうと。我はお前の中に潜むもの。そうやったらバンピーちゃん出せないな。殺戮を。ダメ。あなたの夢食べてあげる。どうしよっかな俺。私は使命を守る。めんどくせえ。血に溶けていく。そういうタイプか。どっちもスタテントンネンだったら進化剣使って突っ込みてえな。殴られてるもよしって話か。あの2点回復するから12点か。私は主命を守るのよ。まずは主任さん。あら、残念。さて、それじゃねえんだよな、欲しかったのは。まあやむをえんか。
登場。お手調べだ。ケント君、もう大丈夫だよ。カプカプってしちゃうよ。祈りが途絶えて。血と痛みで私は目覚める。迷える者にしるべを与えよう。ねえよ。生意気。さて。ああ、強ないな。まるで強くないですね。場が圧迫されててアクション取れねえって言ってやるね。ガンついちゃうわよ。少し本気を出すと丸飲みにしちゃうんだ。噛み殺してあげる。噛み殺してあげる。しるべがなくてもスリクオキと。さあ次のアクションはまあエイラだろうな。多分これマジか。拠点殴らせてくれるのか。ありがてえ。ガン殴りすんぞ俺。殺戮を噛み殺してあげる。フィナーレだ。この返しで多分あれだろうな。テミスかな。迅速に、生産に、こんなんて最高ね。まあテミスはテミスでしょうがないって話でね。テミスじゃなかったー。あるぞあるぞこれ。あるぞこれ。バリあるな。これで決めます。ライフが減ってくるとやっぱ減らせねえな。なんと動い戦なのでしょうか。そここの子疑って強気でいこうじゃねえの。2体出るか。こんなんて最高ね。殺戮を。しょうがないな。これも神のお導き。バンビーちゃん登場。殺戮ショーの始まりよ。ガブってしちゃえ。押し切れるかしら。なんとかライフを10以下にしたいな。決め手がね、ハンドやな。しかしダークジェネラルはいるんだがやっぱり自分にダメージ受けて少ねえんだよな。あれ引きたいな。状況あれがあるといいんだが、でもあっても12点なんだよな。哀れなる子羊を救いください。これはエイラーだろうな。ここからです。いただいた進化権とりあえず消えたが、なんと動い戦なのでしょうか。しかし7で突然死ぬことはないんだけど、456で4点さあ楽しみましょう。カプッとしちゃうよ。カプッとしちゃうよ。殺戮を駆け引きしに行こう。
噛みついちゃうわよ。まあこれで一掃されてもうでも結局ダークジェネラルに繋がってんだよな。まあ駆け引きにならない可能性があるな、下手したらまあそれはしゃあねえってことで、まあでもこの状況ではライフ殴ってこねえよな、テミスとかでもないからな。ダークジェネラルをうまく使いたいんですけど、だから漆黒の契約を引けるのが一番手っ取り早いんだよな。うん、まあいいのか。まあ14点は持っていけねえだろう、ならいいや。あそこな、どんかたくなにあれか、警戒してるね。こっちの復讐を警戒してる。めんどくせえ、めんどくせえ、めんどい、生意気、超めんどくさいんですけど、ほんま今さらやな。さあ楽しみましょう。スリックオン、早く乗ってこいよ、こっちのあれに。魔法の鎧素敵でしょ。うーん、出したりでいいかな。我が胸に燃ゆる怒りを力に変えて。テミス構えてる可能性も結構あるけどな、多分この状態は多分処理できなかったらテミスがカードも出てこない、あーめんどくせー、マジめんどくせー、聞くもん聞かないと勝てねえな。これ悪行はそこまでじゃ、聞いたのかよ。消えても石はついえんぞ。それじゃねえ、欲しいのマジつれんだけど、我慢してよ。あ、間違っちゃった間違っちゃったよ、あいつ呼んじゃん。あー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 だよ、本当に殺戮を。血に溶けていく、私の一部になりなさい。さあ楽しみましょう。これが神のお導き、殺戮ショーの始まりよ。いやー無理、この人じゃ勝てない、もうすべき弱すぎほんと弱い、もうてかほんと復讐状態になれないとか弱すぎんだよな、いろんな意味で。はい、まず相手がうまいんだけど、いろいろと。ああ、長期戦向かないんだってどう考えてもな。長期戦型とかにする言うたけど、結局限界あるから。全部中途半端やもん、このデッキ。開けよ、スレイプに。はい、どうぞ。ここが我らの戦場だ。いやー、もうめんどくさいな。なんか、うまいこと、せめて12までいけてると希望あるんだけどね。ダメっすか、もうおしまい？あー、もうそれじゃねえんだって。もう全然ダメ。全然ダメ、下手すぎ。あなたの夢食べて、あなたの夢食べて。おー、こんなんやったらインプランサー減らさない方が良かったってやつか。まだマジ逆なんだけど、もうやだこのデッキへー、下手くそすぎる、噛み合わない。実際すべきやってのもあるが、それにしてもなんつうか下手くそ、弱すぎるやろ、あんまり弱すぎバロタンって感じよ。アコニオはそこまでじゃ。それにしても辛いな。まだ言えば回復しないやったらいい。あ、残念。あ、これ勝ってない？あ、勝ってないのか。あ、しか。あ、上から花園、花園、花園。オッケー、勝った。まあ殴らんでもよかったか。悪いな。我が胸に燃ゆる怒りを力に、脆弱なる者どもめ。やれやれ疲れた。やっぱりしっくりこねえな。なんか違うんだよな。うん。
いや退屈しのぎにもならんな。なんかストレス溜まるね、このデッツね。はい、というわけで、第3弾に期待。お疲れさん、バイバイ。